はい、今日はですね、リキちゃんの病院に行った帰りにシャトレーゼ行ってきました。すごいね、久しぶりですね。半年ぶりぐらいに行ったかな。いつもね、病院行ったらすぐ近くなるんですけどね、素通りだったんですよね。でもね、最近ね、ちょっとシャトレーゼにすごく美味しそうなアイスクリームがあるっていうのを知ったので、今日はね、病院行ったついでにアイスクリームを買いに行ってきました。でね、アイスクリームだけ買って帰るのは何かなんかね、もったいないというか、他にもなんか買いたいなと思って見つけたのがこちらです。はい、純生シュークリーム、トカチさん、あずきあんです。あずきが入ったシュークリームです。和風のシュークリームですね。これね、どれぐらいだろう。手のひらに乗るぐらいの大きさで、これでね、100円しなかったです。はい、とってもね、お値打ちですね。はい、シャトレーゼは基本的にね、結構お菓子安いですよね、なんでもね。はい。はい、では早速当ててみます。はい。中身はこのような感じです。シューガーは結構ね、黒いですね、これね。なんだろう、皮よく焼いてあるのかな、黒糖でも入ってるのかな。原材料を見ても何か黒くなるようなものは入ってないな。よく焼いてあるって感じかな。あ、でも全体的に黒いな。やっぱり黒糖で味がつけてあるのかな、ちょっとわからないですね。うんうん、なんかね、普通のシュークリームよりね、ずいぶんね、色が黒いです。ではね、早速割ってみましょう。お、あ、中はこのようになってます。おお、すごい、結構クリームがほら、すごいたっぷり入ってますね。ほら、すごい、へー、おー、あんこもいっぱい、ほら、すっごい粒が大きいね。クリームもこの上の部分にね、たっぷり入ってます。はい、こう見た感じ、ふわふわっとしてそうな生クリームですね。で、生地はね、やっぱりね、これあれですよね、着色してますよね。着色とか色ね、色粉とかじゃなくて、あんこを練り込んだりしてるのかな。どうなんでしょうね、食べてみたらわかるかな。まず、じゃあこの辺の上のね、皮をね、皮からいってみましょう。皮、ほら、皮わかりますか、ほらね、色が全然ね、普通のシューとは色が違いますね。いただきます。食べても何も分かりませんでした。やっぱり分からへん。ね、何なんでしょうね。黒糖混ぜてあるのかな。何でしょうね。なんでこんな色してるんだろうな。何も説明がなかったから分かんなかったな。まあいいです。はい。食べめてみます。では早速ね、いただきます。そうですね。結構ね、クリームがね、思ったより濃厚かな。かなりこうミルクっぽい、しっかりした味してますね。下にね、あんこね、入ってるんですけど、これにね、待てないくらいね、こう濃厚というか、あずきはこれね、甘くて甘いんですよね。でね、この上のこの生クリームはこってりしてる感じかな。こうね、あずきは強烈に甘くてね、まあ、生クリームがこってりしてて、生地はシュークリームなんで、ちょっと塩味があるんですよね。だからこれは結構複雑な味で、美味しいですね。こうね、甘いやつにこうお塩が入ってると甘さが引き立つのでね、とても美味しくなりますね。これはね、食感もね、こうクリームがね、こうね、こってりしてるんですけど、ふわふわなんでね、食感も軽いですね。これね、あんこもトカチさんなんで北海道ですし、でこの生クリームも北海道のね、生クリーム使ってるんで、結構こだわった材料で作ってますね。では今日は純生シュークリーム、トカチさん、あずきあん、紹介しました。こう和洋折衷のね、お菓子になります。はい、あずきとね、生クリームはね、よく合いますね。でこのシュー側が、このちょっと塩辛いところがまたね、その甘ったるいだけじゃなくて、ちょっとね、味を引き締めてくれる感じで、でさらに甘みは引き立ちます。はい、でね、シューガーもふわふわで、クリームもふわふわなので、とってもね、軽い食感っていうところも美味しいですね。はい、もうね、一口で食べてしまえるぐらいの勢いですね。今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。